J3 リーグアスルクラブ沼津に所属しています野村正孝です。今回ハッシュタグワンさんから新しいグローブが誕生しました。エンドボスのニューモデルになるんですが、このグローブ裏側がメッシュになっていて、まあ、夏とかでも、通気性良くて使いやすいと思います。それとこのグリップ、ロールフィンガーになってるんですけど、人差し指と親指と小指が、これがボールの回転で、グリップが回ってしまうときにしっかりグリップ自体もついてきてくれるというものになっているので、キャッチがとてもしやすくなっています。前回のエンドボスでも使用されていたのですが、このグローブの中に滑り止めがついているので、汗をかいてもキャッチングしやすく中でずれないようになっています。それとサイズ感なんですけど、少しゆとりのある感じで、僕とかテーピングとかするんですけど、テーピングしても窮屈にならずに、手の曲げ伸ばしが、指の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。最後に、カラーなんですが、僕のつけているこのイエローブラックと、オレンジブラックと全部真っ赤のレッドがあります。皆さんお好みで自分の好きな色を選んでぜひ試してみてください。僕個人としての今後の目標ですが、ゴールキーパー何歳になっても全然成長できるポジションだと思うので、僕まだまだ上を目指して上のカテゴリーでプレーできるように、このハッシュタグワンさんのグローブとともに頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。